今コロナウイルスが流行ってるので、このエタプラスで消毒してから行こうかと思います。鳥取県米子市淀江町小波というところに来てます。ちなみにここはね、部落じゃないと思いますね。車でここまで来たんですけども、見た感じ別に部落っていう風には見えないし、ただね、浄土真宗大谷派の絵師の資料があるんですけども、その中にはここがあたかも部落であるように書かれてるんですけども、ただそれ以外の資料には部落とは書かれてないし、あと童話地区指定もされてないと思うので、ここは違うと思うんですね。ここだいたいね、400世帯ぐらいあるはずなので、もしここが部落だったらものすごい大規模な部落ってことになるんだけども、違うんですね。しかしここがね、鳥取県の西部の部落を研究する上で大変大事な場所なんです。ここに常福寺というのがあります。このお寺がどうして大事なのかっていうことを、これから説明していこうかと思います。鳥取県ではね、宗教についての事情は、ね、兵庫だとかね、大阪とか京都、奈良とは全然違います。まずお寺が全般的に少ないのと、あと京都や奈良だとね、村のお寺っていうのは大体あるんですけども、鳥取はね、そういうお寺が非常に少ないんです。あと神道が多いですね。私の周りも神道の家が多かったです、うちも含めてね。ただまあ当然仏教の家もそれなりに多いわけです。それで鳥取県でね、あなたはどこの宗派というふうに聞いた場合に、じゃあその東本願寺か西本願寺かってことになって、東本願寺って言ったら、ああもうって9割以上部落っていうふうになるんです。まあ若い人はあんま知らないけど、もう鳥取県で、まあ、僕の親父ぐらいの世代の人の間ではもう常識みたいです。これを見てもまあ大体わかるんですけども、鳥取だと部落の住民というのは、炎上寺というね、鳥取市にある、今鳥取市、ちょっと前川原町だったんですよね。そこの炎上寺っていうところの檀家なんですね。でここはね、米子市常福寺なんですけど、ここも炎上寺の末寺になるんですかね。西部だと大体この常福寺の檀徒ということになります。通り南無阿弥陀仏ってあって、浄土真宗です。で大谷派東本願寺です。これね、私より人、ひょっとすると視聴者の方が詳しいかもしれない。岡山、鳥取、そのあたりではだいたいそういう似たような現象が見られるみたいで、共通するのは池田家が治めてたんですね。でどうも池田の殿様っていうのは仏教があまり好きじゃなかったみたいで、だからお寺が少ないっていうことになってるのかもしれないんですけども、ただね、部落に関してはなぜか知らないんですけども、全部、まあ、ほとんど仏教 でなおかつ浄土真宗東本願寺、しかもお寺は2つだけなんですね。炎上寺とこの常福寺、だからこれは明らかに政策的にそうやったというふうに思われるわけですね。でそのあたりの理由っていうのはね、またもうちょっと研究してみないとわからないと思います。お寺の人に聞いてみるっていうのもあるかもしれないですよね。また怒られるかな。ただ炎上寺にしても常福寺にしても、ある場所自体は、この場所自体は別に部落の中にあるわけじゃないんです。このあたりもどういった理由なのかっていうのもちょっとわからないです。とにかくね、差別戒名だとか、その、まあ、人身戸籍とかね、そういう部落という、まあ、誰が部落民か、そういうふうなものをなんか識別するようなものっていうのは差別だっていうふうに言われるんですけども、鳥取県の場合は、そこがもう、あなたどこの宗派っていうので、東本願寺って言ったらもう十中八九っていうか、もう9割部落の住民っていうことになるんですけども、ただまあ解放同盟が、じゃあそれは差別だからね、みんなお寺を変えようとかね、常福寺と炎上寺をなくそうとか、なんかそういうふうに言ったというような話は聞いたことがないです。まあ経過がどうであれね、信教は自由ですし、過去の歴史の流れもあるし、まあこうやって現に炎上寺と
常福寺が残されていて、で実際、まあ、部落の住民が檀家になっているという状況は変えられないということは、やっぱりまあ今の状況っていうのが受け入れられてるし、それなりの意味があったのではないかと思います。おそらくですけどね、複数の部落の住民が特定のお寺の檀家にまとめられてるっていう例は全国各地あるにはあるんですけども、これほど県単位の広い範囲で、しかもですね、もう特定の宗派、つまり鳥取県内ではその部落以外では、東本願寺の檀家っていうのはほとんどいないんです。まあ、全くというわけではないんですけども、ほとんどいないんですね。だからそういう県っていうのはね、多分全国でも珍しいんじゃないかなと思います。